はい、どうもです。ネイチャーブロッチです。今日はですね、スリングショットで早打ちをします。スリングショットでトリックショット。イエーイ。はい、それではやっていきたいというふうに思うんですけれども、早打ちをね、まあ、この風船をやっていきたいというふうに思います。で、使うスリングショットは、まあ、このスパローではなくて、こっちを使っていきます。で、これ一体何かっていうと、これはね、中国のスリングショットメーカーの GZK っていうところがあるんですけど、そこのね、シャオフォークってやつですね。まあ、これがちょっと早打ちに特化したやつなんですね。そして、時間の計測です。ちょっとここご覧ください。まあ、これスマホアプリなんですけれども、これがショットタイマーって言うんですね。これをスタートします。バーン!こんな感じで計測されます。なので、こいつを使ってやっていきたいというふうに思います。はい。じゃあ、やっていきます。球をセットして、こう持ちますね。こんな感じで持ちました、早打ちはね。ちょっとやってみます。それではカメラさん、タイマーの方、お願いします。いきます。何秒ですか？0.89 です。0.89 か。ちょっと次元には遠いですね。よし、もう一回チャレンジします。チャレンジします。どうでしょうか？ 0.79 です。0.79 か。遠いな。2回目、ダメですね。何秒？ 0.68 です。 0.68 0.68 0.1 秒ずつこう来てますけどね。 0.3 秒きついかもしれないですね。いくつですか？ 0.55 です。着実に言ってはいるものの遠いね。0.3 秒、なかなか難しいですね。次やってみましょう。いくつ？あれ？え？ 0.00。 なんだ、あれ？もしかして止まんなかった？いくつでしょう？あれ？ならなかったの？0.00 だった。反応しないんだね。反応しない時もあるのかな。くそ、参ったな、そりゃ。風船が取れません。はい。でなんですけどね、なかなか 0.3 秒いかないですね。で、さらにね、ちょっとね、困ったことにね、このね、こっちのショットタイマーがね、なかなか、音に反応しないんですね。なので、どうしようかっていうんで、これ私の iPhone 12 mini なんですけど、まあ、この状態だとなかなか反応しないというので、こっちですね。こっち。使ってない方の iPhone SE。これに、この集音マイクをつけて、やってみたいというふうに思います。0.43 ですね。0.43。でもね、すごいね。だんだんタイムが縮まってきてますね。よし、頑張ります。どうですか。0.57 ですね。
ですか。 0.34 やったー、 0.3 台やりました、イエーイ。これで次元に迫りました、イエーイ、成功です。はい、まあ、ここにちょっと若干余計なね、私の喋りの音声かなんか入っちゃったんですけど、ここにちょっと見ていただくと分かると思うんですけど、ファーストタイム 0.34 ですかね、やりましたね、イエーイ。はい、いや、やりましたね、コンマ3秒、 0.3 秒ですね、 0.34 秒でしたね。これで次元に迫りましたね。いや、スリングショット楽しいです。あなたもぜひぜひやってみてください、イエーイ。